よーし、ってことで、熱盛を起動するか。さてさて、やっていきましょう。いやー、久しぶりの熱盛だね。ってことで、やっていきたいと思います。さあ、熱盛やっていきましょうか。で、今日なんだけど、4連休の初日に動画を撮っております。7月の22日、4連休の初日よ。皆さん、どうお過ごしでしょうか。まあ、この動画出るのがいつになるかわからないけど、一応ね、連休初日に動画を撮ってますね。そして、現時点で、夏のアップデートの情報は、まだ出てきておりません。さあ、やっていきましょう。8月2日月曜日。タイムトラベル過ぎて、もはや意味わからない日時になってんな。本日はキャンプサイトに宿泊のお客様が来られています。いや、誰なんだろう。ちょっと時間あったら見てみろか。はいはいはい。それでは本日も良い一日をお過ごしくださいと。なんかここ最近さ、キャンプサイトに割と頻繁に住民来るな。さあ、そういったところで集まりやっていきましょうか。そしてもし初見さんいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも熱盛動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ってことで今日なんですけど、まあ、ちょっとね話したい内容があるんですよね。まあ、どれぐらいの人が知ってるかわからないんだけど、今年の10月に任天堂スイッチの有機 EL モデル、もっと簡単に言うと新型任天堂スイッチが発売する予定になっております。で、値段に関しましては約3万8000円ということで、まあ値段に関しては妥当じゃないかなと思ってます。まあそこについては別に問題はないんだけど、今回ですね、任天堂の公式がなんかとんでもない報告をしてると、それが今話題になってますね。新型任天堂スイッチ今回発売されるわけなんだけど、新型って言いつつそんなにね変わってるところってあんまりないんですよ。まあ値段自体もね、既存の旧型の任天堂スイッチとそんなに変わらないように、まあ実はそこまで性能にも差はありませんと、まあそういった話なんですけど、こちらヤフーニュースなんですが、なんとなんと新型スイッチに対する続報が発表されていたわけなんですよね。で、この内容っていうのが結構重要な話になっておりまして、具体的にどういったことを指してるかっていうところなんだけど、まずですね、任天堂スイッチ有機 EL モデル、まあ新型スイッチですね、そちらの発売によって収益性が高まるといった趣旨の報道がされましたが、これは事実ではございませんと、まあそういったことが書かれております。まあここに関しまして、あ、そうなんだっていう話かもしれないんですが、それだけじゃなくてこの続きがね問題なんですよ。当社は2021年10月に任天堂スイッチを発売いたしますが、現在それ以外の新たなモデルは計画しておりませんっていう文言がここにございます。まあこれっていうのが今ねかなり話題になってるところなんですよね。じゃあなんでこんなにも話題になってるのかっていうところを話していきたいわけなんだけど、この有機 EL モデルが発表される以前に任天堂スイッチプロカッコ仮が結構前から話題になってたんですよね。ではその任天堂スイッチプロとは具体的にどういったものを指すのかっていうところなんだけど、簡単に言うと既存の任天堂スイッチのスペックが向上したバージョン、例えば CPU が向上していたりとか、ゲーム機本体のハード自体の容量が増えていたりとか、メモリが増えていたりとか、あとは新しい機能が追加されていたりとか、スイッチプロ独自のコンテンツが導入されていたりとか、そういったところが非常に期待されていたわけなんですけど、公式がこういったツイートしてる、残念ながらですね、公式がこういったツイートしてるっていうことは、現時点で今まで噂になっていた任天堂スイッチプロっていうのは発売される可能性が絶望的っていうことがわかるかと思います。まあ厳密にはもしかすると将来的に発売される可能性はあるかもしれないけど、多分ここ1年では発売される可能性っていうのは低いでしょうね。まあ現在それ以外の新たなモデルは計画しておりませんって書かれてるから、まあ計画してないって言い切ってるんで、今年発売来年発売っていうことはないでしょうね。まあ発表すらないと思うんで、まあ、もしかすると任天堂スイッチは今回発表されている有機 EL モデルが最後になるかもしれませんね。まあこういった件がございまして、今かなり話題になってるっていう感じかな。まあ正直ね、熱盛に及ぼす影響っていうところなんだけど、今回の有機 EL モデル、さらに噂になっていた任天堂スイッチプロ、その2つを合わせて話していきたいわけなんですが、結論から申し上げますと、特にないのかなと思ってます。まあ正直言ってね、特にないと思うよ。まあ例えばさ、Apex とか、Fortnite とか、ないしはスプラトゥーンとか、そういった、まあ、対戦要素のあるゲームですね。そういった対戦要素のゲーム、なおかつ対人ゲームですね。そういったゲームであれば、やっぱりね、フレームレートであったりとか、CPU であったりとか、やっぱ処理速度っていうところが非常に重要になってくるんですが、ただ熱盛はですね、特にその対戦要素もないし、モンスターハンターみたいにタイムトライアルをするっていうわけでもないし、
まあ見てもらったらわかる通りほのぼのしたゲームなんですよ。まあ島を作って動物と触れ合ってのんびり楽しんでくよ、イベントを楽しむよみたいなゲームなんで、まあぶっちゃけた話、仮に性能が上がったとしてもやることって変わらないからさ、特に影響は受けないのかなと思いました。ですので、まあ有機 EL モデルっていうのも別途発表されてるわけなんだけど、無理して買う必要はないのかなと思いました。まあこれがですね、モンスターハンターとか、あとはね、エーペックスとか、さっき言っていたフォートナイトとか、そういったゲームをプレイされてる方であれば、まあ買った方がいいかもしれませんが、まあ正直ね、買い替えるほどの必要はないのかなと思ってます。で、なおかつ、今回スイッチプロも見送りがほぼ決定したんで、今皆さんが遊んでる任天堂スイッチで、次世代機が出るまで遊んでったらいいんじゃないかなと思いました。まあ新しいものってさ、やっぱり魅力的なんですけど、特にやっぱりね、使う用途がないんであれば、無理やり買う必要もないと思うから、まあそこも認識が必要なのかなと思いましたね。はい。いやけど、それにしてもびっくりだな。任天堂公式がわざわざ、スイッチプロ、高機能モデルは予定してないって言ってるわけだからさ。わざわざ言ってるからね。別に言う必要あるのかなと思ったんだけどさ。スルーしたらいいのに。ね、ちょっとそこびっくりしました。まあ、だからこそこんなに話題になってるっていうのもあるんですが、今かなりホットな話題ですよね。まあ、あつ森ユーザーからしてみると特にね、関係ない話だと思うんで、あ、そんな話もあるんだな、程度で。聞いておいていただければいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、そんな感じかな。まあ、あつ森ユーザーからしてみると、正直ね、任天堂スイッチ本体というより、おい、アップデートどうなってんだ、これからのあつ森どうなるんだ、有料ダウンロードコンテンツどうなってんのみたいな、多分そこら辺の意見が大半かと思いますね。まあ、世間一般的には今夏のアップデートどうなんのみたいなことが言われてるわけなんだけど、まあ、それ以上にですね、有料のダウンロードコンテンツ、未だに発表がございません。ガチで遅いよな。まあ、多分ね、もう発表されないんじゃないかなと思ってんだけど、まあ、さすがに遅すぎるなと思いました。結局ね、サブ島とか別荘島とか、実装されてないわけで、まあ、もしかするとカッペイが登場したらワンチャンあるかもしれないけど、まあ、有料ダウンロードコンテンツとしては存在しませんでしたね。さあ、果たしてこれからどうなるのか。ところで皆さん、ちょっと話戻るんだけど、有機 EL モデルを買うよっていう人どれぐらいいますか？まあ、任天堂スイッチ自体が古くなってきて、なんかいろいろね、バグってますとか、不具合が出てますっていう人は、買い替え検討するのもありかと思いますが、まあ、普通にプレイしてる分には、そんなにね、任天堂スイッチが破壊されるほど、不具合が出るほど、やり込んでる人って少ないと思うから、まあ、多分そんな人はあんまいないと思うんですけど、もしよろしければ、有機 EL モデル買うぜっていう人はコメントいただければ幸いですね。よろしくお願いします。あとはですね、ぜひ、今回の有機 EL モデル、そして発売される予定がない任天堂スイッチプロ、そこに関するコメントもお待ちしておりますので、ぜひ気軽にコメントしていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。けどどうなんだろうな、ゲーム機として約3万8000円か。まあ、個人的には安いんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりその PS5 とかと比べるとめっちゃ安いんで、もうちょっと値段高くてもいいんじゃないかなと思っているんですが、まあそう思うとね、任天堂さん良心的な値段設定だなと思いましたね。はい。はい、まあそういったところで今日の動画このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。じゃあね、うわー、ポケバツだったー。ポケバツでした。あれ、そんなポケバツ、うわー、すげーな。はい、ということで終わりましょうか。バイバーイ。